情報まぜまぜチャンネル、今回のナレーションは私ラパンが担当です。1980年代アイドル歌手としてデビューし、その可愛らしいルックスで大人気となった河合奈保子さん。ずま抜けた歌唱力の持ち主でしたが、現在も音楽活動を続けているのでしょうか。今回はそんな河合奈保子さんについて調べてみました。本名金原奈保子、生年月日1963年7月24日生まれの現在56歳、所属事務所芸英プロダクション、大阪市住吉区、現在の住之江区で生まれた河合さんは、1歳の頃大阪府八尾市に引っ越し、2歳になると東京都世田谷区へ。父親の職業柄転勤が多く、幼稚園は東京都調布市や大阪府箕面市、大阪府東大阪市など3つの施設に通われたそうです。小学校入学と同時にピアノを習い始めた河合さんは、中学校時代はフォークソングクラブに所属。中学2年の秋にあのスター誕生に応募するも、書類選考の段階で外されてしまいます。そして1979年、高校生になった河合さんは、芸英プロが主催した新人発掘コンテスト、秀樹の弟妹募集オーディションに応募します。この時河合さんがオーディションを知ったのは、締め切りの直前だったそうで、応募書類とデモテープを作成して送ったのは、なんと締め切りの前日だったそうです。オーディションの選考過程も紙一重で、大阪の地区予選も一旦は最終審査に残ることができませんでしたが、当初の定数1名に対して特別に2人目の代表として選出されました。この時最初に選考された河合さんと共に決勝大会に進んだもう一人の人物が、後の小林千恵さんだったそうです。翌年1980年3月に中野サンプラザで開催された決勝大会で、河合さんは見事優勝。オーディションの応募テープはオリビアを聴きながらを歌い、決勝大会では石野真子さんの春ラララを歌ったようです。その後上京し、歌のレッスンを受けた河合さんは、1980年に大きな森の小さなお家で、西城秀樹の妹という宣伝とともに、キャッチフレーズ微笑み爽やかカナリーガールでアイドル歌手としてデビューします。2枚目のシングルヤングボーイがヒットし、複数の音楽祭で新人賞を受賞されました。そんな河合奈保子さん、デビュー2年目となった1981年10月、当時の人気番組レッツゴーヤングのリハーサル中、誤って舞台から転落してしまい、第一腰椎圧迫骨折の重傷を負ってしまいます。約2ヶ月間の療養の後、同年11月に放送された夜のヒットスタジオで復帰。同年12月の第32回 NHK 紅白歌合戦にスマイルフォーミーで初出場し、トップバッターを務めました。河合さんは翌年の4月頃までコルセットを腰に装着して芸能活動を行っていたようです。そしてあまり知られていないようですが、実は河合奈保子さん、作曲家としても活動されていて、1984年発表のアルバムデイドリームコーストでは録音から制作に参加し、それをきっかけに音楽の制作面にも関与するようになります。1985年ベストアルバムで自作曲を発表。コンサートでも次第に自作曲の割合が増え、1986年には初の全作曲オリジナルアルバムスカーレットを発表されました。また同時期にテレビドラマやミュージカルにも積極的に出演されます。1989年から1990年にはザ・ジェントルウィンド名義のセッションアルバム Tears of Nature と Gentle Voice で
全作曲を担当するとともに、キーボード奏者兼バックグラウンドボーカルとして参加し、ミッキー吉野らと共演したこともあり、日本作曲家協会に所属していたようです。そして河合直子さんといえば、ジャッキー・チェンさんとの噂がありましたよね。愛のセレナーデという曲で見事なデュエットを披露されたこともあるお二人ですが、歌番組に手をつないで登場したこともあり、その仲の良さから交際疑惑が出てしまったようです。実際にはお互いに好意を持っていたようで、特にジャッキー・チェンさんの方が彼女に夢中だったという情報もあります。直子さんがデビューすると同時に彼女の大ファンとなったジャッキー・チェンさんは頻繁に来日。もちろん仕事もありますが、半分は直子さんに会うためだとも言われていたようで、関係者をたどって一度会いたいとアプローチされたことから実際お会いすることに。さらに大ファンとなったジャッキー・チェンさんは、直子さんが香港に行った際に自身が経営するお店で食事に招待したとも言われています。とにかく仲は良かったようですが、恋愛には発展せず。理由は結婚はしていなかったものの、当時ジャッキー・チェンさんには子供がいたからというものでした。さらに彼はいろいろな女性と浮き名を流していたこともあり、そういったことがネックになったのではと言われていて、何より直子さんは恋愛に関して奥手で純粋なところがあったようです。そんな河合直子さん、1996年2月にヘアメイクアーティスト金原隆康さんと結婚。翌年1997年に第一子出産を機に芸能活動を休止されました。結婚後は家族と共にオーストラリアへ移住していたことから、日本で河合さんを見る機会が減ってしまったと思われます。そして2013年に堀北真希さんの主演ドラマミス・パイロットの主題歌エブリヒーローで娘加穂さんが歌手デビュー。加穂さんは6歳の頃、母直子さんが弾くピアノを見よう見まねで弾き出し、12歳で作詞作曲を開始。16歳でデビューした直子さんより2年早い14歳でのデビューとなりました。プロデュースは宇多田ヒカルさんを見出したと言われる三宅明さん。しかし現在はほぼ活動されていないことから、引退説まで流れてしまっているようです。第2の宇多田ヒカルと注目を集めたことから、かなり重圧を感じていたのではと言われていますが、学業に専念するためだという情報もあり、所属する事務所にはまだ名前が残されていることから考えると、再開のめどが立てばまた芸能活動を始めるのかもしれませんね。テレビで見かけることがなくなった河合直子さんですが、2008年に竹内まりやさんのブログに登場し、全く変わっていない姿にまたテレビで歌を歌ってほしいといった声が多く上がっていました。日本でまた活躍してくれる日を期待したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ご意見ご感想など気軽にコメントいただけると嬉しいです。